左側がアーチとアトム。シャイニングアーチ、ちょっとシャイニングアーチ高い。で、あの上にいるのが、あっち白い子が、コスモセブンって言って、うちの、その後隣にいる子も起きてって言って、うちの生産馬なんですよね。あの、あれ、ロザムールって、馬ご存知ですか？はい。はい、ロザムールのお兄ちゃんなんです。へー。
ここまで。おーい。おーい。危ない。ストーップ。うわー、すごい。ゼロ歳ですか。ゴーちゃんがいたら安心して東西たちを任せてあげた。あげる。マメかじったら痛いよ。そうか。彼もゴーちゃんの一つ下の子で。これだけかじで。僕はエー・ロドリゲスっていう名前で、僕はエー・ロドリゲスっていう名前で、競馬で2戦しかしなかったみたいなんですけど、で首も折れちゃってて、うちに来た時からもう。くらいなんですけど、その前で、の牧場でいた時ももうすでにこの状態だったので、皮膚からこの首を折れちゃったのかわからないんですけど、それでも不思議なもんですね。これがもう普通になってると受け入れてるような感じなんですね。そうなんですよ。これでもう走るし立ち上がろうともするし、痛みはないみたいな。オーナーさんはもう最後までちゃんと面倒見るっていう方で、2戦しかしてなくて、その後ずっと牧場で、サンデーサイレンスの実施なんですよ。なので今もだいぶ年取って丸くなったんですけど、来た時前の牧場さんから、こう見えててもすごく元気だから餌気をつけてください。もう見た目がこんなんだからかわいそうで、エッジンバック結構上げてたら元気になっちゃってる。こうちゃんもここに来た時はやっぱり雰囲気のイケイケが残ってたんですよ。頑固なおじいさん。馬房に入るとき、この仲間たち3人が全員馬房に入ってからじゃないと絶対に入らないんですよ。
でな、それでも納得いかないときはみんなの馬房の前へ回って入ってるのを見てから自分の馬房に入るんです。そうか。これ。エビか。
いいですね。鼻出てますよ。鼻が。Thank you.